2枚のカード、黒いカラスと白いカラス、2つに分かれた国、西の国と東の国、2つに分かれたものが再び1つになるとき、真実がその姿を表す。ヤタガラスだ。ヤタガラスが出たぞ。おのれ、ヤタガラスめ。三雲くん、君は8時間前。3月14日午前10時17分、上級検事執務室12025。こうしていると、夢のように思えてくる。慌ただしかった、ここ数日が。帰国する飛行機で、国際捜査官の殺人事件に巻き込まれ、その翌日には、バンドーランドで、誘拐と殺人の捜査をしていた。その夜、検事局に帰った私を出迎えたのは刑事の死体と、10年前の事件の資料を狙う泥棒だった。どうしてこうも事件が続くのだろう。今日くらいは穏やかに過ごさせてもらいたいものだ。めっちゃ紅茶飲んでるね。紅茶だと思うけど。三剣さん、次元だ、次元だい。で、え、何ですか。妙にくつろいであって、人の夢と書いて儚いと読むということを思い出していた。何を夢見がちなことを言ってるんですか。さあさあ、偽ヤタガラスを探しに行きましょう。そいつならば昨夜ここに来たかもしれない。え、残念ながら逃げられてしまったが、現在も捜索中だ。しかし、たった一晩で行方がわかるわけがない。もう少し時間を。さっきからどうしたんですか？何か夢でも見たんですか？そんなことより見てほしいものがあるんですって。ん？これ。3月14日、あなたの悪事を盗みに伺います。ヤタガラス大使館に大胆不敵な予告状。例の新聞記事か。この予告状に書いてあるのがちょうど今日なんです。今日。早速今から行きましょう、その大使館に。それは急だな。そもそもどこの国の大使館か調べてあるのかね。それがかなり特殊な国らしくて、よく分かってなかったり。っていうか、テンション低い。なんでそんなに冷静なんですか。いや、君がハイテンションなのだ。そりゃハイテンションにもなりますよ。あの女を捕まえるチャンスなんですから。カズラか。7年前、三雲くんの父親である一条九郎氏を殺害した女。
カズラ卑弥呼。彼女は大泥棒、ヤタガラスを名乗り、皇帝から姿を消した。くっそー、偽物め。本物のヤタガラスは予告状なんて出さないのに。ヤタガラスの名前で悪事が公表されるまで、盗まれたことにすら気づかない。それがヤタガラスの凄さなんですから。ふむ。だが、この新聞に載っているヤタガラスのカードを、本物のように見えるが、そこなんですよ。ヤタガラスじゃないのに、ヤタガラスを知っている。これってあの女と無関係とは思えないんです。三剣さん、さあさあ、行きましょう。むう、待ちたまえ。私にも準備というものが。気になるのは、昨夜私の部屋で見つかったこのカード。新聞に載っているものと色が違う。どういうことなのだ？どうしたんですか？新聞紙をそんなに見つめちゃって。いや、なんでもない。いいだろう。彼女は私にとっても特別な相手。操作する価値はある。やったね。当日午後5時、衛星中立劇場。今宵の月のさえ、見事なものなり。私たちの門出にふさわしいですわ。すべてはここから始まるのだ。それがしたちの物語は。ふむ、偶然だったな。まさか殿様マンションをやっていたとは。大使館の一部にこれだけ立派な劇場がついてるのも驚きだ。いやー、クライマックスはすごかったです。殿様、大根切りにはしびれましたね。大根切ったんだ、殿様。確かに生で見る迫力はテレビとは比べ物にならないな。それにしてもこの大使館の構造って不思議ですよね。2つの国の大使館が同じ建物の中にあるなんて。確かにここはかなり特殊な場所だ。この劇場もその2つの国の共同保有という形になっている。さっきの殿様マンションですけど、主催しているのはその2つのうちの1つである。アレバスト王国の方みたいですね。どうやら向こうの国でも人気があるらしいな。そうみたいですね。でも私はどっちかっていうと忍者なんじゃ派なんですよ。そんな私のためにババル共和国の方が主催する忍者なんじゃショーがあるんですよ。これも見逃せないです。殿様ショーなんかに負けてられませんね。初めて会った時からうすうす感じてはいたが、この子が目指しているのは泥棒ではなく忍者ではないのか。でも今日のイベント、何でしたっけ。アレバスト王国 VS ババル共和国親善イベントだ。ヨーロッパの諸国であるアレバスト王国、
そしてババル共和国。もともとは自然があふれた一つの国だった。コードピア公国という名のな。どうしたんですか、ミスルギさん。いや、何でもない。話を続けよう。内乱の末、国が分かれた今でも一つだった頃の名残がある。それぞれの国旗に花と蝶の文様があしらってあるのだ。コードピアか。 KG85 事件、そして第二の KG85 事件と呼ばれた大使館員殺人事件。いずれの事件もコードピア公国に関わりがあった。この7年の間にコードピアは2つに分かれてしまったが、今になってヤダガラスからの犯行予告がここへ届いた。どういうことだ。ミツルギさん、やっぱり何か考え事してますね。む、これは失礼。何の話だったかな。しっかりしてくださいよ、もう。アレバスト王国 VS ババル共和国親善イベントのことですって。仲悪いみたいですね、この2国。でも最近仲直りすることになったらしくて。それでこのイベントなんですって。ではなぜ VS なのだ。両国が本物を持っていると主張する国宝大改造が、今回の会談を通じて公正な鑑識が行われる予定ですって。三雲くん、くれぐれも横島の心は持たぬように。お宝と聞いちゃ黙っちゃいられませんね。む、冗談って言ったのだが不安だな。で、違う。ミツルギさん、私たちは捜査に来たんですよ、捜査に。ふ、分かっている。ヤダガラスが本当に現れるのかわからないが、調べてみるとしよう。そして動けるようになったと。なんかいっぱい人いるね。話してみようか。話す。何かご用でしょうか。門番。この先には何があるのだろうか。アレバス王国の大使館です。ご用がないならお帰りください。まだ用事があるとは言ってないのだが。なんか感じ悪いですね。つーん。つーんだって。調べる。アレバス王国の国旗が飾られている。国旗には花が描かれている。国旗に花とか蝶とか珍しいですね。もともとのコードピア公国は自然が豊かな国だったからな。国民も自然を愛していたのだろう。国旗になるのもうなずける。いつか殿様も国民的人気で国旗になったりするんですかね。三雲くん、正気かね。殿様よりは忍者なんじゃの方がいいかな。キャラクター入りの国旗には賛成のようだな。時計見てる人と話そう。あと10分、いや、あと5分。でもこうしてる時間が実はすごく危険なのか。ダメだ、僕はどうしたらいいんだ。何かお困りのようだが、どうしたのかね。ほっといてくれ。僕はあの女の子に声をかけるタイミングを計ってるんだ。
失敗したら君のせいだからな。今の感じだと絶対に成功しなそうですね。ここは彼のご希望通り放っておくとしよう。ダメでしょ。コナンみたいな格好してるけど。話します。殿様ってこれまでなんか今日の賞すごく褒めそうだよ。なんていうかもうそれだけで笑っちゃった。姫様も途中から腰とかトントン。そうそれすごい喋ってる。話しかけるタイミングがないな。めっちゃ喋ってたね、おばちゃんみたいに。ここ調べてみます。調べる。大使館のパンフレットが置いてあるな。やっぱり不思議な構造ですよね。国が2つに分裂したのが数年前。それ以来大使館も半分ずつ使っているらしい。へえ、新しく建て直すお金がないんですかね。さすがにそういうわけではないと思うが。パンフレット1つもらっていくか。大使館のパンフレットを手帳に挟んだ。大使館のパンフレット。2国が1つの建物を共用。館内に国境線がある。詳細で見られる。む、なんだ。な、あ、ほら殿様ですよ。殿様、それに息子の若様も一緒にいます。若様。なんかさ、こういうのあったよね、昔の。子連れなんとかっていう。年がバレてしまう。話す。この人と話そう。この角度、完璧だ。ん？今まさに私の姿が電波に乗って世界中へ。もっと堂々と映ればいいものを。この人と話そう。はい、こちら衛星中立劇場よりお伝えしています。見てください、この盛り上がり。早速お客さんにインタビューしてみましょう。うむ、私は。はい、 OK です。もう一回リハーサル行きましょう。すまないが、せめて断ってから声をかけてくれたまえ。聞いていないようだな。三剣に言ったわけではなかった。この子は。話す。初代殿様のビデオを見ているようだな。ゴーゴー、いいのね、止めるまで。不吉なこと言ってる。がぜんヒーローだ、殿様。テレビに夢中になっているな。そっとしておいてあげよう。この人見たことあるぞ。ねえ、おなじみの方じゃない。話す。どこやー、どこにスクープおるんやー。ちょっと兄ちゃん邪魔や、話しかけんといて。む、うむ、この女性どうも記憶に引っかかるが。私の本能が関わるなど言っている。放っておくとしよう。めっちゃキロキロしてるね。この人と話そう。話す。何かご用でしょうか。この先には何があるのだろうか。この先はババル共和国の大使館になっております。大使館にご用ですか。今すぐ入りますか。いや、今のところ用事はない。せっかくですので入りませんか。ようこそババル共和国へ。すごい引き入れようとする。せっかくだから行きましょうよ。大使館はむやみに出入りするものではない。チェ、つまんないな。国旗を調べます。ババル共和国の国旗が飾られている。国旗には蝶が描かれている。生き物が書いてある国旗って珍しいですよね。いや、そんなこともない。
私はいくつか知っている。じゃあ、粋なものが書いてある国旗はありますか？粋なもの。粋なもの？あまりにも漠然としているな。粋なものの定義にもよるが、おそらくないかと思う。そっか、残念。あれば盗もうと思ったのに。国旗を盗んでどうするつもりなのだ？カメラマンと喋ろう。いいよいいよ。はい、来た。そこでドーン。ストップストップ。ちょっと邪魔しないでよ。もう一回行きます。321。はい、三雲くん、今のは私が悪かったのだろうか。仕事中みたいなんで放っておきましょう。殿様の前の若様と話そう。話せないや、このことは。では殿様と話します。話せるのかこれ。話す。少しいいだろうか。怖っ。殿様か。中身誰だ。三剣さん、何を睨み合ってるんですか。む、失礼。スーパーヒーローを間近で見るのは初めてなもので。何？サイン？何か書いて渡してくれましたよ。三剣くんへ、大江戸亭主殿様。おっと、は？サインじゃないですか。よかったですね、三剣さん。なんで名前知ってんだ。ふ、殿様のサインを書いてもらった。殿様のサイン、直筆の色紙、彼の顔や武器のイラスト入り、詳細で見られる。殿様、カーネージ大使がお待ちです。これから殿様はアレバス王国に入国して大使と握手を行います。二国間でなく我が国との子…うわー、読めなかったあっちに行っちゃったよ。まるで親善大使だな。はーい、次の中継入るよ。カメラ回ります。キュー。まもなく殿様賞に続き忍者なんじゃ賞が行われます。ショーの後、忍者なんじゃは、ババル共和国に入国します。ババル共和国大使との会見が予定されているとのことです。あ、次は忍者なんじゃショーが始まりますよ。席に戻らないと。席ってどこなの？悪いのだが、私は忍者にはあまり興味がだな。ほらほら、行きますよ。忍者なんじゃのギターさばきを見逃すわけにはいきませんから。む、仕方があるまい。三雲くんに付き合うとするか。いやー、抜け忍ララバイはいつ聞いてもいいですね。泣きのギターのメロディーについうるときちゃうんだよな。何よりあの切ない歌声、忍者なんじゃの最大の技ですよね。あ、あっちで売ってた忍者なんじゃグッズ買わなくちゃ。ショー限定発売のかんざしが欲しいんですよね。ヒロインの美空姫が刺してるやつなんですけど。さて、さて、さてって、ちょっと三剣さん、なんだろうか。今帰ろうとしたでしょう。ヤダガラスが出てくる気配はない。手の込んだいたずらだったのだろう。そんなことないですよ。
絶対に現れますって。しかし、ヤダガラスは予告状など出さないのだろう？それはそうですけど、最初から空振りに終わることは予想できていた。でも、あれは本物の偽物の予告状です。ややこしいな。本物の偽物。だって、この予告状にあるヤタガラスのトレードマーク、同じだもの。私のものと。大変だー。ヤタガラスが、アレバス王国に出現しました。何？ついに現れたな、偽物。何よー。申し訳ございませんが、入国には審査が必要です。何よ、殿様はボディチェックもなかったのに。早くしないと偽物が逃げちゃうじゃない。三雲くん、大使館は所属している国の国土扱いになるのだ。正式な入国審査をしなければ。三剣さん、私、ババル共和国から塀を越えてあっちに行きます。君は検事に向かって堂々と密入国宣言など。三雲くん、聞いているのかね？走ってっちゃったよ。一条三雲、入ります。アムロ、行きますみたいに言っているけども。はい、どうぞ。どうぞなの？止めろ、少しは。当日午後6時12分、野外ステージ。三雲くん、どこに行ったのだ？まさか本当にこの壁を越えたということは。火事だ。こいつはやべえぞ。ヤダガラスがババルにも来たんだ。おのれ、ヤダガラスめ。三雲くん、君は一体どこに行ったのだ？同日午後6時45分、ババル大使館、秘書執務室。違うもん、私じゃない。捕まえられてない？椎名に。三雲くん、無事だったか？どう見ても無事じゃないでしょ？これ、この人何とかして。御剣侍、糸のこぎり刑事、これはどういうことだ？それが、これっす。これは、私じゃないよ。私がヤタガラスを追って、この部屋に来たらもう死んでたの。私、野外ステージで怪しい人影を見つけたの。怪しい人影？黒いコートのフードをかぶってて、すっごく怪しかった。この三雲もちょっとかわいい。きっとこいつが偽物のヤタガラスだって思って。
追いかけて大使館の中まで来たんだけど、見失っちゃって。きっとあいつが犯人だよ。何を騒いでいる？想像し。君は確か、老捜査官の秘書をしていた。椎名と言ったな。現行犯逮捕ということは、三雲くんが殺した確かな証拠があるのだろうな。しかしなんでこの人一人なの？答えないか。答える必要はない。美人。あなたはあくまでこの国の検事。捜査権はない。あ、あんた、どういうことですか？それは。この国は、水柳検事のものっす。この国は水柳検事のものではない。地面がつながっているところは、どこでも操作できるっす。そんなことはない。糸のこぎり刑事、大使館だけは違うのだ。え？ここはあくまでババル共和国の国土。よって、ここで起きた事件は、ババル共和国の司法機関が担当する。治外法権を持っているのだ。治外法権。そうだ。大使館の中では、この国の法律は通用しない。国家間で、そう決められているのだ。私たちの捜査権は、あくまで、この国の法律に則ったもの。ここでは通用しないのだよ。そんな。ここは国際警察が取り仕切らせてもらう。あなた方は帰るといい。む。それじゃあ何もできないね。三剣賢治。ちょっと、三剣さん。その捜査。私も参加させてもらうわ。カルマ検事。ウェップ。誰か連れてきてない？これ。ダミアン大使、捜査へのご協力、感謝いたします。なんの。すごいね、手。手で狼を作るの？被害者のワニー君は私の秘書だ。協力するのは当然のことだよ。髪投げ。こちらこそ、国際警察の方に来ていただいて助かった。カルマ検事、ああ、若い頃と違って、目つきが鋭くなっている。こんなところで会うとは思わなかったわ。ここは大使館。あなたに捜査権は。何のつもり？ダミアン大使。なんだい君は。検事の三剣玲治と申す。カルマ検事の助手として、今回の捜査に協力させてもらっている助手になっちゃった。助手？レイジ？あなた一体？よろしくお願いする。ダミアン大使。うむ、カルマ検事、三剣検事。こちらこそよろしく頼むよ。どういうことですか？助手って。仕方あるまい。こうでもしなければ、捜査に参加できそうもなかったからな。ふん、
相変わらず涼しい顔で勝手なことを言うのね。カルマケンジ、頼む。何を企んでいるのか知らないけど、こうなった以上あなたは私の部下よ。眠たい操作をしたら目覚ましのムチが飛ぶこと忘れないことね。うむ、心得た。ふざけた真似を。さて、操作を始めさせてもらおう。